岡田監督、審判を味方につけなあかんわ。岡田監督、判定っていうかな、そんな普段の打席で悟ってるが、ボールばっかり振ってるバッターやからな。選球眼のええバッターやったら審判も人間やからボール言うかもわからんで、こいつは絶対ボール振れへんってなればボールになるよ。機械やないんやから、そういう意味では味方につけなあかんわ。審判を5球目も1、2、3でいけるようなカウントやしな。何球も粘って粘ってのあれじゃない場面やもんな。ああいうチャンスは一発で仕留めんと、1スイングでフルカウントの状況にする前に一振りで仕留めてほしい場面だった。世界の盗塁王福本豊氏も解説で同じことを過去に言っていた覚えがある。サトテルはルーキーイヤーでホームランを量産していた時に際どい球を見逃した時に審判がボールという判定をしていたように思うし、とにかく審判の判定に文句を言うより、臭い球はカットしてファールで粘ることも必要。それがプロの仕事。昨日の審判は養分関係なくストライクゾーンを広く取ってたように感じました。両方とも素晴らしい投手で、それだけコントロールが良かったこともあると思いますが、青柳とかも判定に不満な態度見せる時ありますが、顔に出さないように我慢してほしい。確かにボールだなと思ったけど、審判の傾向を考えたらカットしてほしかった。岡田さんの言う通り、その前の球で仕留めたかったね。佐藤輝明の課題がコンタクト率の低さにある。もったいない。強打者が際どいところをピクリとも反応せずに見送ったらボールと言いがちなのは審判も人間ですからね。落合とかそんなイメージ強い。岡田監督の言う通りで、逆に調子の良い時はあのコースも打ててだと思います。コース的にストライクなので、岡田監督もこのようなコメントなのかと思います。岡田監督はサトテルに伝えたいことを言ってるようにも見えるが、実は審判にも言ってるように見える。岡田監督自身は審判を味方につけるように持って言ってるよね。確かにこの場合ストライクだったかボールだったかが論点ではないですね。もちろん審判には正しい判定をしてもらわないと困りますが。そんな先入観に左右される人間は審判失格。もし先入観なく判定をできないのであれば、判定できるセンサーを開発すべき。テル擁護派ですが、ファンからの非難応募を見るのがしんどくなってきました。今日は大事なところでの一本で喜ばせてください。見逃しは良かった。佐藤は良くなってると思った。明日はもっと良くなる。岡田も内心は評価してるはず。逆に言えば藤波が同じコースに投げてたら普通にボール判定だったかもね。いや、審判がおかしいだろ。審判が人によって判定変えてることを選手や監督が受け入れたらあかんよ。明らかにボールじゃなければカットするぐらいしてほしいね。他の人がやっても怒られないことを俺がやると怒られるのに似てるな。これ昨日のプロ野球ニュースでも同じようなこと言うてたけど、解説者もみんなボールやと思ってたってことやな。サトテルの選球眼は間違いじゃなかったってことや。にしても試合中にストライクゾーン激変する球審もおるし、どうにかしてほしいわね。バウトの判定繰り返す審判も何とかしなきゃね。テル頑張れ、ずっと応援してる。どんでん、遠回しに島内の佐藤へのラストボールは球審村山の誤審だと言ってくれてる。テレビで見てたけど、ボールと見る、それより前の甘い球を一発で仕留めなあかんのは岡田監督仰せの通り。これ、あの球審が全然正確に判定してないっていう皮肉やと思うんやけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。